はいそれではね始めましょう、皆さん、こんにちはこんにちは,はい、えー、ただいまご紹介に預かりました、社会保険労務士の沢井と申します、どうぞよろししくお願いいたしまき、はい、今日晴れましたね、朝起きたら非常に雨が降っていて寒くて、いや今日勉強会なのに、ちょっと皆さん、来るかなと、若干心配したんですけれどもえ、ここにいる皆さんは晴れ男、晴れ女が揃っているということで、非常に良かったなと。 えー、思ってきます、はい、それで、ね、この教室、すごくあの景色がいいんですよ、えーあの、ゴジラと東京スカイツリーがなんと同時に見えます、後で見てください、はい、そういう名所はね、東京でも珍しいんですよ、はい、ということなのでね、で今日ですね、えーあの、働き方改革関連の実務ということをお話したいと思うんですけれども、共産として労働新聞社さんに共産をいただいております。 え、いつも労働新聞社さん、ありがとうございます。はい、で、労働新聞社さんの方で、まあ、出しているですね。この労働新聞の方からですね。も、ま、っとその話題をですね、若干拾いつつ。はい、えー、きたいと思うんですけども。まあ、皆さんお手元にある資料、ない資料あるかと思いますが。私の方でもう移しちゃいます。でね、最近のトピックスですね。はい。まあ、これはですね。お手元にないかもしれないんですけれども。はい。 でまあ、新規雇用で1人60万円助成金、新しい助成金が、これはです、ね、17日の、はいえー、やつなので、皆さんお手元にあるのは10日のものですかね、はい、17日のね、速報なので、こっちの方が新しいんですけれども、はいえー、新しい助成金来ます、31年働き方改革推進法の施行に向けてと、はいえー、労働者を増員した中小企業を対象として、新しい助成金を設ける方針であると、そして、まあ、上限10人ですね。 1>, 1人当たり60万円ですから、600万円上限の新たな改革助成金ということになります。で中身に関しましては、はいまあ、中小企業さんが今回の法案を受けて、コンサルタントにですね、まあ、例えば、労務管理に対する依頼をしたりとか、はい、それからまあ労働時間を削減するために、例えばソフトを入れたりね。 新しいシステムを導入するような場合に、まあ、お金をちょっと足してくれる、これ、女性という意味なんですけれども、まあ、さらにその後で、えー、労働者を採用した段階でお金が入ると、まあ、採用してからまあ何ヶ月間ということなんですけれども、皆さん、ぜひね、着目していただきたいなと思うわけですね、まあ、いいニュースが1個ですね、それからですね、ちょっと気になるニュースなんですけれども、はいまあ、冒頭ね、ちょっと、えー、世間ではどう見てるのかもね、お伝えしたいので。 例えばですねこう無許可派遣で2人逮捕者が出たと。はいということでですねこれもトピックスですよね。えー、でね、まあ、労働局ですね、まあ、この千葉県のですねはい県警の方で、はで、い、無許可で労働者派遣事業を行った、まあ、サンワーク株式会社という、ね、ところですね、はい、ここはですね、まあ、なんでこういうふうになったかというと、ですね、えー、ここはですね、まあ、要は、 派遣を繰り返していて、まあ、許可なし派遣をやっていたんだけれども実際はそれをですね是正勧告を受けたんだけど無視していたとそこですよね、はい、で私もですね12月は今ないんです十11月2回是正の、まあ、臨検が入りまして、まあ、お客さんのところですね。 いろいろ監督官と話す機会もあったのですが、まあ、やり方もまあ来年の働き方改革でね、私たちも変わりますよという話をいただいております、その話も今日はねぜひしてみたいなと思ってるわけですね。はいということと、まあね、これがまあ、ねえー、と17日の新聞なんですよ、さらにですね、ちょっとね、まあ、皆さん、10日の新聞を持たれているのでね、10日の新聞もねちょっとピックアップしてみましょうか、冒頭ね。はい まあ面接指導でまあ対象者案と、高プロ適用者向けの制度とはい,いうことなんですけれども、高プロっていうのは、名前はなんとなくですね、かっこいい雰囲気があるんですけれども、まあ、要は高プロの人なんてそんなにはいないわけで、実際の労務管理上はですね、政権が騒ぐほどのことではないのかなと、ちょっと私は思いますね、さらにね、ここちょっとめくってみるとですね、こんなのがあるんですよ。 これはですね私、ちょっと興味を持っているんですね、ちょっと皆さんのところにあるかどうか分からないんです3面でしょうかね、えー、5面ですね、5って書いてあるんですね、はいこれ、ですね左の下はね見てみると、こう書いてあるでしょ、容姿の話題され、セクハラ感じると、最近の、まあ、若年労働者の方が、まあ、どういったことでですねセクシャルハラスメントを感じているのかというところなんですけども、はいちょっと読んでみましょうか。 神奈川県横浜市は男女共同参画に関する市民意識調査の結果を公表これは市民意識調査ですねこの3年間で職場や学校地域活動の場でセクシャルハラスメントを受けたと思う経験をした割合が10%男性が5と女性が15ですねで職場における具体的な内容を聞くとここですねこれはねやっぱダメなんですね。容姿や年齢ですよ話題にされたことが 最多だっったたとこんなことって昔ありましたか、ね、いやちょっと何々ちゃん若く見えるんじゃないのって褒めたつもりがセクハラだってなりかねませんよねということですよねでも言ってますよねこれ意外とね。はい、ということでこちらはよかれと思って言ったことですね、はい、それから、えー、性的な話や冗談を聞かされた冗談聞かされてセクハラですかと。 ねえ冗談ふだ言ってる方結構多いかと思うんですけどもはいそしてここですよやっぱこれだめでしょうつい言っちゃいますよね結婚や出産プライベートなことについてたびたび聞かれたポイントをたびたび聞かれた1回はいいんですよたびたび聞かれたとはいでねあの今、まあ、採用の方が厳しくなられてる会社さんもいるかと思いますそうすると、まあ、若年労働者で 私思うのは23年,年頑張ってちょうどいい、ね、中堅社員になった時に辞めてしまわれる方がいるっていうのは会社にとっても本当に残念ですよね。えここまで育てたのに、はい、そういう時代じゃないのかもしれないんですけども、はい、ということでねその時に労務管理として結婚する予定とかあるんじゃないのちょっと会社辞めたいっていう相談が来たら結婚されるってことあるんじゃないの 聞きますよね、はい、注意してほしいということなんですね。はいまあ、そういったところが、まあ、最近は、ね、ちょっと違うんだというところですね。そして最後にね、1つだけ、これは3日の新聞なので、皆さんのお手元にはないかと思うんですけれども、はいでね、ここなんですけどね。 なんとですね、えーとまあ、やはり逮捕のニュースなんですけれども、はい、これ、3日の新聞なので、皆さんのお手元にはないと思います、はいまあ、名古屋の南浪漆章、125時間残業させ、送、ま、検、あ、ということですね、はい、でざっとね、こうお話ししますと、はい、これはサブロク協定の限度時間、まあ、特別条項を大きく超えて、時間外労働があって、隣県がそれが発覚したと。でそれだけだけったら あのまあ、是正で終わりなんですけれども、たびたびの是正に対して、まあ、改善がなかったと、まあ、とうとうまあ、ね、そこで送検、えー、があったということですね。はい、で一つ冒頭ですね、まあ、先ほどの派遣の例もあるんですけれども、で11月に、ね、私も2件、ちょっと立ち会いがありましたけれども、はい、要は、ね、そもそも監督署っていうのは何のためにあるんですかと、どうでしょう、皆さん、警察とは違うんですよ。 監督署は逮捕する送検されると困るでしょうとだったらね適正な労働条件改善してくださいというのが目的ですよね。はいということでね入っていきたいと思うんですけれどもさあねちょっと皆さんねリラックスして聞いてくださいねあんまりねあの堅苦しく聞かれちゃうと俺もね、えー、ね肩こっちゃいますよねじゃあちょっと聞くよう。 さあ年次有給休,休暇、あ今日はサラリーマンの方もいらっしゃればね、社労士の方もね、多くいらっしゃるとお見受けするんですけれども、会社員の方で、年次有給休,休暇をまあ取得されてると思います、今、世間の取得率っていうのが、だいたい5割弱から5割、49. いくつですね、5割ぐらいですね、どうでしょう、有給取った、発生した有給の5割以上取得されてる方、どのくらいいらっしゃいますか、手を挙げてみてください。 俺少ないなわ <laughs> かりましたありがとうございます恐縮ですが5割までは取っていないって方はどのくらいいらっしゃいますかやはりですねありがとうございますやっと的に多いですね人事総務の方忙しいんでしょうかねそうですかはいではねちょっとここにねこういうのを用意したんですけどもまず講義に入る前にねちょっと透けて見,るで見えてるっていう話もあるんですがあまりね集中して見ないでください講義にに入る前に 大体ですね、じゃあ、労働時間の話をこれからするので、心の準備をしていただきます。はい原則、週、まあ、それは見ればわかるよね、まあ、40時間ですね。で、1日8時間と、はいこれ、皆さんね、あの人事総務の方であれば、あそうだよなと、当然だよなとことで考えていただければいいと思うんですけれども、10人未満、これ、小売り等とか未満ね、小売り等と。はい 例えば、まあ、ブティックとかね、そういうのありますよね、飲食店、これは44時間になるんだというところですね。はいそれから、サブロク協定の届け出の時間外労働の限度、はい、まずこれをね、今日あの元に叩き上げにしていきますので、45時間ですね、月。で、年間が360時間と。はいということで。 4月1日から罰則付きになりますということですね、原則45、360ですね。特別条項です、特別条項ということで、あのえー、皆さんね、多分普段手続きされている方はよくご存知かと思うんですけれども、人事総務の仕事ねあの、ちょっと移ってきてまだ間もないんだよとかですね、えー、まあ、新人なんだよという方もいらっしゃいますので、若干お伝えしますと、はい、サブロク協定というのは、法36条の労使協定のことを意味します。サブ協定を はい、監督署に届け出たということであれば、この月45時間、年間360時間の残業させてもいいよと、はい、時間外休日労働させてもいいんだけれども、はいで、それじゃ収まらないよねっていう場合は、き、まあ、今日やります、書き方まで、変わりますわ、特別条項の書き方が、はい、そうしますと、年間が特別条項付きで、時間外で720ですで、720の根拠は、月60で考えてください、かける ×12 ですね。 はい、でここは、時間外だけでになります、はい、これ、元にして今日話すので、今覚えるじゃありません。あの後でまたじっくり出てきますからね。はい、それから、かつですね、かつ、はい。月100時間未満と、月100時間未満と、実はこれ、休日も含むんですけれども、ここではちょっとね、あまり細かいこと言いません。数字だけ見ていきます。はい、で、複数月、またかつで、またかつね。 福通月平均80時間以下です。で、この100と80には休日含みます。720は休日含みません。はい。だからこの100と80ですね。ちょっとこまねこれが休日含むですね。まあ書いてる方もいるので、ちょっとね書きましょうか。はい。どういう形になるんだということですね。 はい今日はね、これを中心に話が展開していきますので、冒頭ちょっとですね、印象づけてねいきたいと思います。さあ、皆さんでお手元のこのレジュメですね、こちらの方をお願いいたします。では、人事総務担当者のための労基法改正、解説と対応策ということで、まずですね、スケジューリング表が出てますね。はい。ちょっと見ていただいていいですかと。はいということで、スケジューリング表が出ておりますけれども、 はい、まず、まあ、中小企業に対する60時間を超えた場合の割増賃金の率の50%猶予というのが今なってますね,でね、ここで中小事業者、企業者って言葉書いてありますけれども、皆さんの会社が中小企業者にどうか該当するかは、下の米印で確認してください、下の小目印ですね、はい、中小企業とは、資本金の額または、出資の総額が3億円。 小売りサービスで5000万と卸の場合は1億円以下である事業主または常時使用する労働者の数が300人と小売りの場合が50人と卸サービスが100人以下とはいまあこうですねですからまあこれに該当するかどうか企業ベースでこれに該当するかどうかで考えますで現在ですねはいこの時間外労働が60時間を超えた場合は割増率を25ではなくて50%にすると。 いうことになっておるんですけども、現在中小企業者はこれ免除期間になってるんですね、やんなくていいんですよ。でこれがですね、スタートが一応予定二十二年の四月から、えー、中小企業者も発生します。はい、フレックスタイムの一ヶ月を超えるまあ生産期間。はい、これに関してはもう速攻ですね。四月から二千十九年の四月から。はい、それから時間外労働の上限規制ですね。はい、ここがですね分かれるんですよ。 で大企業の場合がもう即効ですね、2019年の4月から、中小企業の場合が2020年の4月からというところですね、それから年次有給休,休暇の強制5日付与制度、ここがまあ皆さんにとっては近々の課題だと思うんですね、これが大事ですね、すべての会社、2019年の4月から待ったなしですね、これね。はいということで、ね、ここにいる75%程度の皆さんは、 これ今やってませんってことがはっきりしましたよね、今、手を挙げていただいちゃってね、はいということなんですよ、自ら取ってくださいね、はい、それからですね、今度コープロ、コープロコープロ r はあの正直言うとね、もう一部の人です、あの1075万以上の、まあ、証券アナリストの方とかですから、そういうふうにね、まあ、言われちゃうと、そんなにいるもんじゃないので、まあ、そんなもんがでいいでしょう、はいまあ、該当する方、ね、会社の方は2019年4月ですね。 勤務間インターバルでこれはあまり気にしないでいいです。ね、これ11時間の努力なんですけどもわかりますよねインターバルと。ええ、あのー。勤務間インターバル11時間これ努力になるんですけどもあまりこれ違反してる会社そもそもいないので,、はい、で2019年ですね、まあ、違反というかインターバル取ってる会社がほとんどです。はい、あとは同一労働同一賃金ですねこれに関しては2020年の4月今日はこれは触れません。では中身に入っていきましょう。 はいではですね、えー、2ページのところを見ていただいていいでしょうか、2019年4月、中小企業が2020年4月から残業時間の上限を規制しますと、はい、皆さん気になるところだと思うんですね、はい、でまず中身の確認からします、はい、で現在ですね、法律上、残業時間の上限がまあ特になかった、行政指導によってなされていたものが、これがはい、えー、もう19年、2019年の4月ですね。 そこから法律で残業時間の上限を定めこれを超える残業はできなくなりますと、はいでまあ、上限時間確認ですね先ほど見た通り年間720時間、はい、それから複数月平均で完全上限ですねもうこれ以上だめだと80時間であの米印ついてますねから月100時間未満と、はい、100時間はだめです。 時時間未満です、ね、100時間未未満満でですすねねだから100時間で予定立てないでください。100時間でですね米印は休日労働を含むで休日労働ってやられてる会社って比較的少ないですよね、はいあの。特に都内の会社で休日労働を頻繁にやってるってところはちょっと注意が必要ですけれども、はい、だからここでまず一旦ちょっとね7 2 0時 から多い方から180はい720180が時間外はいで休日を含むのが180ちょっと覚えちゃってもらっていいですか時間外720休日含んで何でしょうか100と80これで覚えちゃってください担当者の方なので覚えた方がいいですはい720は覚えられますねはい720休日含んだ場合は月の 100時間のところが未満なのか以下なのかでこれ、皆さんねあの、まあ、昨年のですね、ええまあ、国会等でですね安倍総理がですね一言、未満にすると、まあ、言ったところから始まってるんですこれは電通事件の影響でですね、まあ、未満ということで未満にしようと、まあ、バッと、ね、バサッと一発で未満になったという経緯がありますね。はい じゃあ、ね、それがまあどういったことなのかを確認していきますがまずねここで一旦注意してほしい、まあ、下のところを見てください。はい、残業時間の上限はこれサブロク協協定定をを締締結結条の労使協定を職場で締結してください、ね、これは事業所ごとね会社で1本出せばいいってものではありませんので気をつけてくださいね。はい、そして原則として月45時間年間360時間として。 臨時的な特別の事情がなければ超えることはできません。ということは、まあ、月45時間と、まあね、想定としてはまあ1日2時間程度の残業に相当しますとこれは厚生労働省の資料なので、まあ、そう考えているんだということですよね。はい、そしてこ、まあ、この臨時的なな特別な事情これが 特別条項付きのサブロク協定、今日一緒に書いていきますけれども、はい、これがある場合なんですけどね、はい、年間が上限ですよ、もうこれ以上言っちゃだめだと720時間複数月平均、はい、ここですここちょっと注意ね、複数月平均80時間以内と月100時間未満と、まあ、休日も含めてね、だから一つの重要ポイントというか注意ポイントは。 この休日を含むっていうところね、ちょっとここマーカー入れといてもらいます。マークっていうかね、なんかこうね。ちょっと大事だと。はい。休日を含むですね。休日を含むですね。はい。それからね。もう一つ注意ポイントなんだけども、この。八十時間平均というところなんですけれども。これは。例えばよ。ね。あれ。一月目に。九十時間。 例えば4月1日からスタートしましょう労働時間換算しました1ヶ月目90時間行っちゃった人がいます個人別で個人でね A さん行っちゃったとで2ヶ月目はじゃあ皆さんに質問しましょう2ヶ月目は何時間が上限になりますかってことなんですよ70 80時時間間なんでですすす。よ。わかりますか。り、え、ま、え、複数月平均常に80時間ですだからねそこを考えて予定を立てていただかないとだからね 9ったら次は、ね、あの90じゃこれまずいわけで、はい、複数月平均80取らなければいけないから必然的に70になるということなんですよ、はい、だからそこをうまく、はい、予定を組んでいただく必要があるんだというところなんですねこれちょっとねう結構大変ですよね担当者の方は、えー、だから個人レベルでこれは、えー、確認しておく必要があるということですね。はいで あのまあ、先日もですね、先日というか、まあ、あの監督署の方がね、隣間に来られるとです、ね、もうピックアップですよねで、A さん、B さん、C さんね、ちょっとあのここの会議室借りますので、ね、賃金台帳とタイムカード借りますので、ええー、って、ボン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 抽出してってね、見つけるわけですよ、ボン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 賃金台帳めくってってね、この人多そうだっていうのをピックアップして見つけるわけですよ、つまりこれは個人別に全部、はい、確認が必要なんだと。 でえー、臨検が入った場合も、個人別の確認が常にあるんだということですよね、はい。では、先に進んでいきます。ということで、月80時間は下から3行目ですね、1日あたり、まあ、4時間を程度の残業に相当しますまた原則である45時間を超えることができるはいこれもです、ねはい、年間6か月まで、これを再用してください。 これ押ささえてください、はい、今もそうです、今もそうです。ね、ただ、法律上、もう6ヶ月になります6回までって、ね。6ヶ月までということですね。はいということなので、えー、次のページ行きましょうね。はいさあ、現在猶予になる業種ですね。はい、それが、はい、自動車の運転。はい えー、改正法施行から5年後に上限を適用するとだから今は運送の会社に関しては、ね、結構きついですよね、えーでまあ、運送業さんですね今本当に改革が迫られている状況しかも労働者の方がまあ少ないとなかなか取れないんですよ本当お察ししますは大変だと思います特に労務担当の方はもう今頭が痛いですね。 もうでも、ローム関東のたたた方も残業できない状況になってきているので、本当大変ですよ、えー、もう本当大変だと思います、えー、改正法施行後5年まで,で、適用後の上限が960と、これが一応ね、予定になっています、建設業ですね、これも、はい、5年と、建設さんも大変ですね、から、医師、あとは、えー、ここですね、今回、改正によって、 この新技術、新商品いわゆる研究職ですね、研究職。はい、研究職に関しましては、上限規制を適用しないということになります。皆さんの会社で、研究職の方がいたら、あとは新規の商品の開発職とかね、そういった方がいましたら、これに関してはとりあえず、ただしね、ここはですね、4月1日から今度安全衛生法の改正が入ります。で安全衛生法の改正では、一定の時間を超えた場合、 こ,のえー、これは思行規則になるんですけれども、はいえー、面接指導を受けさせなければならないと、聞いたことあります医師による面接指導と、ねえー、ここですね、えー、この40時間を超えた時間が100時間を、ねえー、超えたような場合、本人の申し出があれば、医師の面接指導を受けさせなければならないというのは現在なんですけれども、このね、新技術のところに関してはもう、 超えた場合はま強制的に受けさせるというね話になりこれは安全衛生法ですはいということですねあとはよろしいかと思いますでは今度は右側に行きましょう勤務間インターバル制度というところなんですけれどもここはですね深夜のまあ労働をされてる会社さんがちょっとね考えてくださいということなんですけれども例えば9時スタートの会社で10時からちょっと数えてみていただけません、ね。 10時,ね、10時に会社終わったと仕事終わったと言った勤務間インターバルって何も仕事してない1112123456789時、はいまあ、11時間ということになりますので、はい、ということなのでもう要は深夜のところで働かせてそのまま朝始業時間を迎えるということが、はい、これは努力義務でダメだよというふうになるということですね。 はいそれからまあここに関してはですねほとんどの会社は大丈夫だよっていうね統計が出てますのであまり心配はしてませんはいそして次ですね年5日の有給休暇の取得を企業に義務付けるということですねさあここですねで現在まあ自ら申し出た場合時期指定ですね時期指定があった場合ははいまあ、有給休暇を えね、出すということでよかったんですけれども、下に書いてある、まあね、取得率が大体約5割です。今日ここに参加している方、統計取ったら5割どころじゃありませんよね、えー。ということなのでね、で、使用者が労働者の希望を聞き、これがこうなります。希望を踏まえて時期を指定し、年5日は取得していただきますと。はい、年5日は取得していただきますということですね。はい、どういうことか言いますわ。これがですね 有給休暇が10日以上発生される方、まあ、ほとんどの従業員そうでしょう、10日以上しえ発生される方、はい、その、えー、発生日、基準日と言います、発生日から1年の間で最低5日を付与していない場合は、これが、えー、罰則付きだということになるわけですね。ただし、ただしですよ,ただしですよ、えー、自分で取った人、時期指定した人、この5日から引いていいです。えー、例えばね、えー 自分で3日取ったよって言ったら5-3で2日あと強制付与ってことですねそれからもう一つですね計画的付与ですねご存知だと思うんですけれども例えば来年のですねどうなるんですかねゴールデンウィークまあ大型連休になる予定ということなんですけどもまあ飛び石連休でうちも10連休にしようよということで2日ね例えばそこで時期指定したとはい労使協定でねそこでまあ計画的付与を立てることができますと。 その場合は、その2日間は5日から引いていいですということになります。でね、ここで問題なのが、こういうことなんですよ、例えばね、まあ、全然有給取らないで働いてる人がいて、いや仕事が忙しくて、有給なんか取れないんだよね、いらっしゃいますよね、社員の方で。はい、で、そういう場合、どうするんですかと。休ませなきゃいけないんですよ、5日は。だから、会社が時期指定するってことなんですよ。だから、それを記録に取っとかなきゃいけなくなったってことなんです、今度。で、それが臨検の対象になるってことなんです。 だからこの人に本当に5日、有給取らせたんですかと、じゃあ何月何日と何月何日に有給取らせたんですかということを、はっきりと記録にまあ残せというふうになるわけですね。じゃあ、ね、例えば、ね、5月、ね、4日、君休んでくれよと、有給だよって言っても、ね、出てきちゃったと、休まなかったと、どうするんですかと、はい、そしたらその義務は残るんです、会社に。 いや,だっていや会社は時給指定して休ませたんだからいいじゃないかというふうに思いますよね,ねでも本人が働いちゃったとそ,その義務は残ると趣旨からすると残るんですねだから就労を拒否しななけければいいいとめんどくさいんですよだから,だから、まあ、そこで必要なものは何かというとやはりあの計画的付与によってできれば5日に近い日数消化させるような制度を就業規則上とか労使、まあ、協定で作っておけば 会社も楽だし、で、休ますで、ね、私が社員だったらごめん、俺は会社のために働いてるんだよと、ねで休めた、休めたら休みますよ、社長、ね、休みますよ、休みたかったら、でも、俺が休んだら仕事回らないですよねと、こうなっちゃいますよね,ね、なっちゃいますよね、私が休んだら仕事回らないですよね、そういう社員さんがいらっしゃいますよね、はい、そしたらその人に休んでもらうためには、まあ、どうするかと、まあ、直棄して、でも休まない。 もう仕方ないこれはねあの計画的扶養を立てると例えば判別とか個人別でも構わないし判別でもいいし会社全体の扶養でも構いませんということでちなみに有給のない人はじゃあどうするんだと計画的扶養ですねこれは会社都合の休みですからこれねただ通常であればお給料を減らさないまあ有給にするか社員であればあとはパートさんであればねえ時給かける 所定労働時間分ぐらいを払ってあげるかける6割という形で処理するということになるんですね。